はい、次は今に見ている。これもひらがな記憶ですね。ある日突然大人たちからやってみないかって言われて、どうするつもりだ臆病者よ、今の僕たちじゃ無理だってもちろんみんなわかってるよ。だけどなぜかすぐその場で喧嘩を買うようにうなずく、やるしかなかった正直者よ、きっと試されてるのだろう、無理難題押し付ければ絶対ギブアップするって、誰かの背中越しにの中眺めてた自分の番が来てもパスはできない、ルール今に見ていろ、どういう色だ唇噛みしめながら頑張ってきた、色心の奥で何度もつぶやいた言葉は何色、いつの日にか似ている。ね、ドキュメンタリー映画の予告編でもありました、日向坂の雑草魂みたいなのにすごく合う曲。悩みよりも実物はこんな大きくて、二の足を踏んだ小心者よ、もっと時間があればなんて負け惜しみたくもなるさ、はあ、誰も越えていかなきゃいけない自分の中の橋があるんだ、さあ渡ろう全腰抜けどもよ、責める者はいないだろうって自己弁護は見苦しいよね、黙って立ち去ればいい安全地帯に行って後悔をするより、たとえ傷ついても一番前で泣こう、今に見ていろ、どういう色だ苦しい時に何度も夢に見てきた、エロ願ったことは必ず叶えるよ、気持ちは何色いってみたいざまみろ。この歌をね、ちょっと歌うと泣きそうになっちゃう。無謀だと言われたけど逃げるわけにはいかないんだ、こんなに広い世界で僕たちは歌う、今に見ていろ、どういう色だ唇噛みしめながら頑張ってきた、エロ心の奥で何度もつぶやいた言葉は何色、いつの日にか似ている。はい、ひらがなけやきで今に見ていろ。ありがとうございました。